また面倒な人が来たな。何か、コロッケをトマトの棚に置いたのが買い物客だったとしても、それをそのまま放置したのは成果担当者であなたの責任ですよね。はい、間違いは間違いです。間違いは間違いです。お客様は神様です。そしてもう一人、いやもう一匹、店内に紛れ込んだ小さな小さなお客様も、突然のアカデミー賞授賞式も、俺と彼女と彼女の関係も、スーパーとカゴの中身も、全部気になる9話、いよいよクライマックス。不倫だよ。